Hello guys, welcome back to my channel. Please like and subscribe. Yeah, enjoy. こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め、次元を超えるとでも言いたいのか。ありえん。それこそ寝言だ。ここ力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ。カカロット、俺は俺の誇りも約束も全て貴様に託したのだ。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずい。悟空急げ。何か何かではないのか。次で終わりにすっぞ。お前たち黙って見ていろ。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたのだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれが、あれこそが完全なる身勝手の極意。限界突破。次は悟空を取られる。そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずがない。強さこそ正義。なあ、手加減はせんぞ。すさまじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。しまった。お前の動き止まってみえる。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんなオーラに託してくれたんだ。その思いにかけ、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見せてやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。悟空の言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのだ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから
俺たちは今ここにいるんです。戦いながらも周りの人間が伏見と引きつけられる。それが悟空という男なんだ。俺がオーラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行け、カカロット、ジレンに勝ってみせろ。孫悟空があの状態、言われなく立つんだ、ジレン。お前がお前、知らなかったな、二人とも。任せっぱなしに、なんちゅうことよ。お前、動けるのか。あなたも後ろに下がっていけばいかがですか。みんな協力して立ち向かねえと、第七宇宙は消えちまうんだぞ。孫悟空、再び立つか。俺の前に、月だらけだ。まだまだ、気合入れ直さねえと。こちら、おめえの叩き方勉強になったぞ。もっと強い攻撃してきてもいいんだぞ。オラは約束を守る。おめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。これがオラたちの元気玉だ。勉強になったぞ。
Okay, thank you for watching, guys. Peace. からの礼なんてよしてください。約束さ。ああ、分かってす。ジレンさん脱落により、ジレン、戦いが終わったばっかし戦うこと、また相手すごい。ああ、当たり前。